マロ YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。さあ GTA オンライン2回目でございます。2回目でございます。さあ、おこの声はこんばんは、赤髪の友さん。今日も協力していただき、はい、面白いプレイできた。おもう来た。で、同じく前回のドミちゃんでございます、はい、女性でドミちゃんと、で、今日はもう一人鳥ちゃん、鳥ちゃんです。鳥ちゃんっていう男性も、はい、いますので4人です。だから、鳥ちゃん、ドミちゃん、はい、鳥ちゃん、ドミちゃんですね。もう、金さん、銀さんじゃないけど、ね、鳥さん、ドリさんと赤髪のトモさんとヒカキンでお送りします。そうですね、音声は2人だけですね、はい、そうですね、はい、危ない。ドミちゃんのヒカ…ドミちゃん、めっちゃいい車乗ってんな。ドミちゃん、すぐ自慢するんですよ、車を。そっか、よやべ、デート始まった。あれ、開かねえし、この個人車両には乗れない。あ、乗れた。ロックかけられちゃった。やったデートだ。おお、すげえ。何もしてないのに。うわ、ちなみにドミちゃんは車が超大好きな女の子らしくて、車うめえ。あ、お、これはトモさんの車、はい、赤い車です。おお、で、これが鳥ちゃんの車。鳥ちゃんがグリーン。なんかみんなイケてんな。すごいな、赤、青、緑だな。僕以外みんな運転うまいもんな。あ、降りた。あ、降りていいんだもん。なんだそのスーツの色は。ファッションセンスもねえからな。うわ、緑かっこいいな。すごい統一してる。それなんかははってやってる。チス、あ、でも服みんな分かりやすいね。チスってどうやってやるんですか、これ。右スティックと左スティックを同時に押し込む。あれ、あ、あ、なんかファッキューになってる。これちょっとこれは穏やかじゃないですよ。非友好的な。ファッキュー。いや、で、行きましょうか、じゃあ。友好的な、じゃあ行きましょうか、早速。みんななんか何構えてんだろう、この格好。非友好的な感じなんで、ちょっと身構えてます。よし、じゃあ行きましょうか。行きましょうか、じゃあ早速、はい、じゃあドミちゃんにミッションを立ててもらいましょうか。はい。どうしましょうかね、じゃあ4人で昨日と同じバイクとかってどうですか。いいですよ、リベンジ。リベンジ。まあ、昨日僕、トモさんの接待プレイだったんで、今日ちょっとゲーム実況の厳しさを教えてもらおうかなと思って。そうそうそう、今日は本気モードいろはのいいから教えていきますよ、ほんとに。怖え。ビトレ、うん、全部。よし、じゃあ一旦ここにした方がいいかな。よーし、ふっちゃー。じゃあ今ちょっと部屋を立てております。はい、よし、ジャンピングアタックしたいな。ジャンピングアタック、あれ。当たり判定はないですから。当たんない。当たんない。行くぜ、ジャンピングアタック。あ、当たんねえ。あれだな、街の人みたいにうおーとかなんないんだな。なんないですね。でもプレイヤー攻撃すると警察来ますよ。へえ。あ、バイクレースとか出てるぞ。じゃあ十字キーの上で真ん中のジョブリストからドミちゃんの正体確認で。来た、入りました。もうね、ノウハウ分かってますからね、コースも。いいですね。出ないぞ、今度は。これは何もしなくていいですよね。はいはい、待ってればいいと。いやー、なんか鳥ちゃんからなんかすごいスピード感をもうすでになんか予想してる。すげえ、なんかもう。前ですからね。まあなんかもう二人とも車見た瞬間にちょっと強いって分かったもんね。ああ、やり込んだ。なんであんななんかかっこいい車なんだよと思って。よし、じゃあ色は赤、白、青。あ、そっか。今これ色変えても服の色が違うから分かりますけどね。そうですね。どうしようかな。じゃあ僕白いなんかこの赤、白、青。あ、いいですね。あ、それ大丈夫ですか。それだと同じ車になります。ですか。同じでも大丈夫っす。まあ別に服違うからいいですよ、ね、うん、じゃあ同じでいきましょう。え、自分に、あ、はい、あ、自分にかけで、はい、じゃあ100ですか、ヒカキンさん。先生ヒカキンさん、あれ先生ヒカキンさん、これで1位になったら反映される、はい、そうです、10万円。10万円。約10万円。10万、まあヒカキンさん、赤髪ちゃんルールでは自分に2500かけるっていうのが、全財産どれくらいあります？全財産どれくらいだろう。どっかに書いてあると思いますけど、2500。あ、違います。そちらです。あ、こっちですか。こっちはあれです、確か銀行に預けてあるので11万ドル。
うわー、僕全財産7000円しかないんですよ。あ、7000円じゃねえ、7000ドル。2500ドル2500ドル勝てばいい。ドミちゃん、手に落としちゃってください。オッケーっす、準備完了、やっていこう。25万じゃん、やべえじゃん。2500だ、これちょっと本当に払うつもりでやろう。そう、確かにいいかもしれないそれ。そしたら勝つかもしれない。本当に払うつもりでやるっていうのがいいかもしれない。6 R2 があれだな、アクセル。よし、オッケーオッケー。 L2 がブレーキ、ブレーキ、オッケーっす。マジで今回落ちないようにしよう。落っことしてやる。あれ、バイク緑だ、なんでだ。まあいいや、怖い怖い。よし、あれ、あ、4人いる、いますよ。行くぞ、ヒカキン白です。ゲーム実況の怖さを教えてやる。ゲーム実況の怖さだ。ゴーゴーゴー。うわ、2人早い。は、なんで早いの、あの2人。なんかスタートダッシュ的な、なんか違うもの。まだ、まだ来た、また来た、また来た。やばい、やばい、やばい。かろうじてまだ生きてる。危ない危ない。2人早いな。やべえ、くそー、畜生。ゲーム実況の厳しさを教わってきてる。あ、やべえ、やべえ、ここ U ターンですよ、ここ U ターンですよ。ここまずい。うわー、ぐーしゃー。まあ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 、ちょっと大回りになったけど早いな、前の2人。てか3人とも早い。前の3人が早い。よっ、あー。早い、みんな早い。声が、あー、追いついてきた、追いついてきた。マジ。ただなんかもうみんなミスんないとやっぱり越せないな。うわー。ここの U ターンが最後。大ジャンプしまう。ダメだ、これが、これが YouTube ゲーム実況の厳しさ。最後2人、お、最後2人落ちたでしょ、崖の方に。誰だ、落ちたの今。何位だ今の。2位だ。4位だー。くっそ、超惜しかった今。25万円。25万失いました。やーっぱドミちゃんかー。くっそ、今、惜しかったな。鳥ちゃん、鳥ちゃんもうちょっとで越せそうだったのにな。鳥ちゃんとドミちゃんがなんか崖のところで引っかかってました、2人。はあ、悔しいな。いや、面白いですね、これ短くて。面白いですね。まあもう2500ドルも失いましたけど。それもお金持ちの2人に失ったからな。2人ともお金持ってます。あ、普通の部屋に帰ってきた。お、車だ。ん、これ どうするんですか。普通の部屋に帰ってきたから、もう一回あのドミちゃんが部屋を建ててくれるんで。あれ、これトモさん。あ、そうだ。お、どれどれどれ。あ、みんないる。いや、僕これです、この変な。ヒカキンさんです。ダサい車です。これ緑色の車、やりこと緑の煙が出てる。緑の煙出てる。昨日は青いおなら、今日は緑の。そうそうそう、おなら。なんかね、黄色いやつがあるんですよ。もう本当におならだろうって。今部屋建ててくれる感じですか。今やってます。あ、はい、ありがとうございます。飛んで飛んで飛んで作って、飛んで飛んで飛んで。よし、赤髪か、破壊しよう。赤髪か、破壊。いや、そうかしてないですから。でも、大きさ的にはこっちのが大きい。厳しさを教えられている。パワーが違うもん。パワーが違う。これが、YouTube ゲーム実況界の厳しさ。あー、全然こっち。逃げろ。パワフルだから。ほら、うわー、手にもっかりと。面白いな、これ。あー。稼ぎミッション。もう電源あんま悩まなくてもガンガン。あ、トモさん死んだんじゃない？オッケー、大丈夫。ゲーム実況者は車に跳ねられたことには死にません。瀕死なんですけど。マイファッキンライ。じゃあこの緑色の車、それやっちゃって。いいよ。え、鳥ちゃんどこにいるんだ。あ、鳥ちゃん、あ、鳥ちゃん燃やそうとしてる。うわー。逃げた。逃げ足が早いな。これ燃やされたら、これで死んでも大丈夫なんですか、このオンライン。あ、そうなんだ、じゃあ燃やしてもいいや、別に。じゃあ燃やしてもらおう。鳥ちゃんが、じゃあいいの、それ。ゲームのあの厳しさを教えてくれるそうです。厳しさを。さっき火をつけちゃいな。なんか離れてるし、あ、銃で撃つんだ。お、イリュージョン。僕イリュージョンの脱出しますね、じゃあ。あ、いいですね。え、爆発して終わりみたいな感じ。爆発は確かしますよ、火ついたら。マジで、うん、お、トラックも巻き込まれた。お、警察来る。さあ、行きます、イリュージョン。炎からの大脱出。
あれなんか意外となんか余裕なの。あ、やべ、燃えてる燃えてる、大ジャッシュ大ジャッシュ、あああと2秒ぐらい早ければ生きてたな。トラックまで燃えてるよこれ。復活、大事故、早く復活、大事故、招待送りますね。はい、はい、ドミちゃん了解。はい。鳥ちゃんドミちゃんいいね。鳥ちゃんドミちゃんはね、ゲームが上手なんですよ。明らか上手。はい、あ、来てますね。はい、またヒカキンさん。今僕復活中なんですけど。あれ、なんだこれ。なんか空から降りてきた、なんかなんだ。え？なんか変なの始まっちゃったんですけど。ええ。なんか、ようこそ兄弟よとか言って変な天使みたいなおっさんが。何それ何それ、詐欺師無価値とかなんか言ってる。何これ。始まっちゃった、なんか始まっちゃったぞこれ。見て驚くがよい。知ってると教えて。ムービー。イプシロンプログラムの指導者。なんか宙に浮いてるハゲたおじさんが出てきて。あーそれなんだっけ、それ一回なった。えオンラインのムービー、他のプレイに初めてやられる。あ、そうだそうだそうだ。ね、スタートボタンで飛ばせます、確か。あ、よかった。スタートをして、あ、これで、これでフレンドと合流する？そうそうそう。あ、違う、フレンド押せばいいのか。フレンドを押して、あ、よかった。あ、これドミ、ドミちゃんを押して、ゲーム参加で、うん、はい。初めて他のプレイヤーにやられるとそのムービーが流れるんです。あ、そうなんですね。うん、ちょっと今、読み込み中。あ、レースのやつ来てる、ほんとだ。ラッドレースで。ちょっと待ってください、今、もうちょい出て、いじれるところで。よし、上を押して、ジョブリスト、これだ。うん、ゴー。タイトル、飛んで、飛んで、飛んでです。飛んで、これもでも順位がつくやつ。順位つく。ほんと、これはもう曲がりなしの直線のレースです。何をすれば速くなるんですか、それは。もうね。もうひたすら。これはヒカキンさんに初見のリアクションを楽しんでいただきたい。お、なんだろう、楽しみですね。おすすめなって。前情報なしで。でもアクセル、バイクっすか。バイクじゃないです、車です。車。車 R2 がアクセルで L2 がブレーキ。大丈夫です。はい。そしてこのタイトルの意味を思い知ることになると思います。飛んで飛んで飛んで、もうジャンプだらけと。そうです。オッケーです。ただカーブないってことはどうすれば速くなるんだろうな。着地ですね。着地。はい。飛びすぎないとか、飛びすぎないのと着地で車が不安定になるんで、それを空中でね。なるほどね。左スティックで。あ、じゃあ僕このピンクの車で行きます。いいですね、ホットピンク。赤い車で行こうかな。似てるけど、僕ピンク。これかけって、ちょっとかけなしでいいですよ。いいですか、はい、でもさっきのやつがなんか減ってない、なんでだろう。なんかね、かけ金がちょっとバグる。あ、バグってる。じゃあまあ、いいや。じゃあ準備完了。そうそう、乗りやすい車はエンティティっていう車が乗りやすいです。もう進んじゃいましたね、僕。変な、なんかフェラーリみたいなやつ。準備完了。準備完了。赤いアクセルだけ。ヒカキンさんは何色だろう。ピンクです。ピンクで、いた。これ鳥ちゃん、鳥ちゃんが緑。鳥ちゃん緑で、ドミちゃんが黒。本当はジャンプ台すげえ。ゴー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 。なんで二人は早いの。早いです多分。タイミングを知っているね。え、なになになに、結構い、あ、なんかコースが、障害物があるんだ。タイヤだり、ジャンプか。うわ、なんだ。厳しさだ。厳しさだ。厳しさだ。よっ。うわー。あ、危ない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 。どうめちゃん早い。お、あ、やばい、厳しさ。これが YouTube の厳しさ。いや、ヒカキンさん着地うまいな、今の。嬉しいぞ、嬉しいぞ。追いつきたいな。怖い、後ろ、後ろがすげえ気になるこれ。あ、後ろ、ね、ただドミちゃんと同じルートを飛ぶ。右ステップ。あー、おー、行って行って。横回転成功した。マジで。横回転で着地した。高度なテクニック出しちゃう。スーパーミラクルプレイ。あれ、ドミちゃんちょっと、ドミちゃんこれ絶対プレイじゃないよね。ドミちゃんガチですよ、もう。おっ、にしちゃいいぞ。おっ、ヒカキンさんセンスあるな、やっぱり。おっ、1位になったぞ、おい。マジで。ドミちゃん来んなよ。こっち進めないのかよ。うわ、ドミちゃん早い。なんかドミちゃんの車もう早いのこれ。なんかドミちゃん優しい。あー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 
いや、橋の上に乗っちゃった。あ、それ右に、右に脱出するルートがある。せっかく1位だったのに。ああ、キャットだ。でもまだまだ4位だ、あ、3位だ、まだ3位だ。こっちがビリー。はっ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 、危ねえ。逆走ってなんだ。え、 あのね、青いチェックポイントちゃんと通過しないとダメなんですよ。マジか。多分ちょっと戻ればあると思うんで。あるあるある。でもなんか赤いのが来そうな予感がするんですけど。行くよ。行った。橋に引っかかるってあり。あー、カイドくんな。いたやばい。させ。あ、クリア。やったー。くっそー。あー、くっそー。いや、途中の横回転のね、美しさはマジで、あの、ヒカキンゲームズでご覧ください。それ見たいわ。めちゃくちゃ決まってた。2回転くらいしてた。クッ。面白いな、これ。もう一回くらいやりたいですね、これ。もう一回やりましょう。いやー、まあ、これはもう一回は、これ、非高評価で。イタイヤじゃん、二人。やっぱりそうっすよね。時間になんかいきなり終わったんで。あ、じゃあリプレイで。あ、リプレイで。あ、いいね。よかった、よかった。ドミちゃん、ドミちゃん本気でいいんですよ。マジ。すげえ優しかったけど。あ、ほんと。でも本気とか言ったら多分もう一瞬で消えてっちゃうんだろうな、多分。いやいや、煽ってるよ。これ何？アクセル踏む瞬間ってあんの？そうね。1。ドミちゃん、僕昨日のアドバイスで3、2、1でガッと押してるんだけど、どれがいいの？5でアクセルを踏む。あ、5でアクセル。5ってなったし。なるほどなるほど。1で押してた。2人からはチャットでアドバイスが来ております。はい、はい、2人チャットで参加していただいてます。2度同じ失敗をしない男。そのさっきジャンプが炸裂しすぎて橋の上に乗っちゃったんだよな。あれわざと橋の位置仕掛けてあるんだな。そう、初めてやった時一緒に乗っちゃったんです、ね、そう、あれを飛びすぎちゃダメなんだね、うん。はい、いけて。準備完了。ピンクマンです。準備完了。よし。よし。2位目指し、とりあえずドミちゃん、越せなくても2位を目指していこう。ドミちゃん一番後ろだな。鳥ちゃんとトモシをちょっと。トモシは強いですよ、きっと。2回目は。何？あー、早いかな。なんだ、ドミちゃん早い。ドミちゃんがお尻なんか出てきた。車の。おあー、邪魔だー。ダメだ、ピンクだ、ピンクだ。ピンクだ。鳥ちゃん妨害してきたぞ、いきなり。あー、やべー。うわー、肉が出てきた。よしよしよし、いい調子。なんでそんな吐きそうな。出れないよ。引っかかった。バックがどっちバックするのか分かんない。まだ希望ある。同じ誰かが引っかかればね。あ、ねえ。あー、くそ。これはチェックポイント取ってないな。これはかなり絶望的な。待てよ、でもこっちも今逆走してます。よし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 、まだ諦めない。赤神さんという失敗してくれる人がいる。赤神さん1回ミスからな。もうミスないぞ。やっぱ最初ってあれ大ジャンプしないとダメなんだな。ダメですね。そう、あの途中がなんかこうはまるようになってる隙間が、車がいっぱい。やべえ、危ねえ、またやっちまった。あー。これは決まったな。これは決まったな。ダメだ。これが現実。他のプレイヤーが見えないからどんくらい突き放されてるかも分かんない。あー、くそー。あ、でもヒカキンさんのちょっと前にいますよ、マップ見ると。おっ、うらっ、うぅぅぅぅぅ。ここは障害物。あー、障害物来た。ぜぇー。よし、わがー、よし、いい調子、いい調子。出れない。後ろピンクの車もいなかったでしょ。なんだここ、なんだここ。これだって、ゴー。出れない。出ら、あ、ここか。これは誰も見えない。最初に引っかかりました。もう最初でもうね、絶望的な失敗をした。あ、ランク上がった。ここはやっぱり、ここはやっぱり原則。はぁ、あ、いや、泣いちゃった。あ、リタイアって。
余裕でビリだった。むしろ1回目があまりにうまくいってたね。なるほど、はあ、面白いなこれ。うん、鳥ちゃんが勝ってる。鳥ちゃん勝ちですね。くそ、飛んで飛んで。はい、というわけでグランドセフトオートオンラインパート2でございました。まだまだ赤髪のトモさんとの動画続きます。お楽しみに。ヒカキンゲームズチャンネル、まだチャンネル登録していないという方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 PC の方はこちらのボタンをクリック、スマートフォン、タブレットからご覧の方は画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。あと赤髪のトモさんの、YouTube チャンネル、この動画の概要欄に貼っておきますので、トモさんの動画もぜひ見に行ってください。それではパート3でお会いしましょう。バイ。